て。そうやっていつも勝手に決めないで。そう。すごい。頑張った。私気がついたの。あってやだよね。佐竹さんといる時の自分が嫌い。おおすごい。佐竹さんの機嫌ばっかり伺って、予定も全部合わせて。自分のしたいこととかほとんど話したことないし。これですよ。私たちの関係ってやっぱり対等じゃないと思う。サッシーどうした？サッシーどうした？死にそうです。感情移入がすごいね。